Strawberry time. Matsuda Seiko no tame. Welcome to Strawberry Time. 2年後の新たなシングル、松田聖子が髪をお下げにして脚光で踊る。楽団が高まる。1987年の春、彼女の計画は優位に立つこと、首位連続獲得の記録を保持すること、17、18、19、20、永遠のアイドルになること、彼女が産んだばかりの娘になること、カセットを巻き戻すこと、鋭い剣士で名声の一部を噛み切って舌の下で保管すること、もう一つだけの増殖を祈ること。芸能界によると25歳のアイドルなんて存在しない。テレビは結婚した女性のいるところではない。でもいちごという漢字は草の下の母。聖子は何千もの果実の搾り汁を唇につける。すごい。